はい、皆さんこんにちは。今日は日本語教育の始め方チャンネルですでにアップされているみんなの日本語第19課タリタリしますの、授業動画の解説を行っていきたいと思います。第19課は、卓形からの、流れですね。卓形の導入からの流れでたことがありますとタリタリとくなりましたになりましたの文型がありますが、その中でも、たりたりしますというのが、練習 A の3に導入文型として載ってます。で、このたりたりしますは、まあ、出来事をこう複数個並べる文型なので、その前にあるですね、みんなの日本語第16課てというやつですね。練習 A、 明日神戸へ行って映画を見て買い物をしますという例文から、それの違いをこう導入として教える、まあ、導入として採用するケースが多いと思います。ですので、てとの違いをちょっとに着目して、授業を構成してみましたので、その辺をちょっと解説していきたいと思います。今日はみんなの日本語第19課たりたりしますを勉強します。はい、まずちょっと復習をします。これけいこさんの、これけいこさん、けいこさんの先週末です。8時にキムさん、これ何でしょう。起きます。そうですね、まあ、先週末だから起きました。ね、8時に起きました。で、この辺は、手形の手の、ね、復習からやってます。まあ、ここにも復習と書いてありますが、復習をしています。はい、B さん、9時にそうですね、朝ごはんを食べました。で、まだまだその19課ですので、スラスラと例文が作れるとは限りませんので、ここでつまずいてると、あのたりたりがこうスムーズに導入できなくなるので、なるべくこう手をの、負担がないようにこう、画像というかスライドなどを用いて、復習をしています。はい、はい、じゃあ10時にキムさん掃除をしました。そうですね、掃除しました。はい、じゃあリーさん1時に何でしょうそうですね、散歩しましたね。はい、じゃあキムさん3時に友達と買い物をしました。そうですね、買い物をしました。友達と買い物をしました。7時に晩ご飯を食べました。ハンバーガーですけど、晩ご飯を食べました。これ分かりますか、キムさん。9時にテレビ、そうですね、テレビを見ました。テレビを見ました。で、11時にリーさん寝ました。はい、寝ました。これ第16課です。てを勉強しましたね。てじゃあけいこさんの先週末をてを使って言ってみましょう。キムさん、けいこさんは先週末、8時に起きて、9時に朝ごはんを食べて、10時に掃除して、1時に散歩して、3時に友達と買い物して、はい、あ、もういいよ。はい、買い物しました。はい、定はですね、順番を表すと、順番通りに言って、まあ、2、3個、まあ、本当は出来事はその、生徒の子はもう全部永遠に言ってましたが、まあ、大体 2、3 個で、導入しますよね。定定をこう順番通りに言って、で、定定は別に順番通りに言わなきゃいけないというわけじゃなくて、何々を朝8時に起きて朝ごはんを食べて掃除しましたというのが、こう、これで一個の出来事なわけですね。だから必然的に順番を表すだけであって、別に非文法的になるというわけではなく、て掃除しました、でここで一個の出来事で、それがたりたりとの違いになってくるわけですね。はい、はい、順番に言いますよね。テは8時に起きて、9時に朝ごはんを食べて、10時に掃除しました。いいですね。はい、じゃあ B さん、もう一個言ってみましょうか。けいこさんの先週末をテで
いいですね。掃除して散歩して寝ましたでもいいし、散歩して友達と買い物して、ご飯食べましたでもいいですね。ては順番でしたね。順番に言います。はい、まあ、ここで順番を強調してますが、別にあのテレビを見て朝ごはんを食べて寝ましたって言って、非文法的になるというわけではなくて、まあ、大体そう「てって」で言われたらそういう順番で出来事をしてるんだろうなと聞き手は解釈しますよね。ですから、順番で言いましょうと。で順番で言って、その先週末の出来事が朝ごはんを食べて掃除してテレビ見ましたというのが、ここで先週末の1個の出来事として完結して捉えているということです。じゃあ今日勉強するタリタリ、まあ、さっきのけいこさんの先週末同じです。8時に起きて、9時に朝ごはんを食べて、10時に掃除しました、7時に散歩しました、さっきと同じです。はい、これをタリタリを使って言います。で、同じそのテテの復習の絵カードと同じ絵カードを使った方が、語彙も分かってますし、あの新しいもので導入するよりも分かりやすいと思います。ですので同じ絵カードを採用してます。でここでテテとタリタリの違いを導入するわけですね。タリタリを使っています。けいこさんは先週末友達と買い物したり散歩したりしました。でここでちょっとあれ、てては順番だと言ってたけど、なんか順番は関係なさそうだなということに着目してもらいます。友達と買い物したり散歩したりしました。もう一個いきますね。けいこさんは先週末テレビを見たり掃除したりしました。テレビを見たり掃除したりしました。ては、まあ、順番でしたね。順番でもたりたりは順番は関係ありません。順番は関係ありません。この中を2個か3個ね。例えば、けいこさんは先週末友達と買い物したり散歩したり掃除したりしました。たりたりは2つか3つまで、2つか3つまで。で、時間の順番は関係ありません。時間の順番は関係ありません。じゃあけいこさんの先週末、時間の順番は関係ないということですが、なぜかというと、ちょっと花子さんの夏休みで言いますと、海に行ったり東京に行ったりしましたということで、たりたりですよね、多形がありますので、その海に行ったということで一個の出来事として完結してるわけですね。完結してます。だから、順番は関係ないわけですね。ちょっと戻りますと、この先週末の、恵子さんの先週末だと、手形で言うと朝ごはんを食べて掃除して散歩しました。これで先週末の一個の出来事として捉えてて、たりたりは、まあ、多形ですから完了のたりですよね。なので朝ごはんを食べたりという、食べたりテレビを見たりしましたという、その一個の出来事として独立していると捉えます。捉えますというか独立しています。のでこの順番は関係ないということにつながってきます。ただその順番を関係ない理由を、あのたりたりは完了のたりで独立しているのでって学習者に言っても伝わらないと思うので、一応形式的な違いだけをこう導入しているということです。花子さんの夏休み、これ花子さんです。でまだここはたりたりの導入ですね。夏休みに、次の夏休みに花子さんがで、ここではもう順番が消えてます。次の夏休みに花子さんがします。海に行きます。山に登ります。勉強します。友達に会います。東京に行きます。はい、じゃあ2さん、花子さんの次の夏休みですね。
で、ここは、まあ、順番も関係ないですし、まあ、文言がもう書いてありますので、学習者にとってみれば、多形に変えてたりたりしますという形だけをこう変形すればいいというタスクになってますので、まあ、そんなに負担はないかなと思います。何をしますか？はい、テンスはですね、これからすることかもうしたことかっていうのは最後の述語のしますで、こうしますかしましたで表して、たりたりは依然そのまま関係なくですね、一個の出来事として扱うので、たりたりはそのままで、テンスが過去か現在か非過去かっていうのは文末の述語で変えるということを導入しています。ここ海に行ったり、まあ、竹ですね、海に行ったり山に登ったり友達に会ったりします、はい、じゃあキムさん、キムさんも花子さんも次の夏休み何をしますか？花子さんは、勉強したり、東京に行ったりします、そうですね、東京に行ったり、勉強したり、東京に行ったりします。じゃあ花子さんの、去年の夏休みね。これ全部去年の夏休み。で、去年の夏休みなので、文末の述語のしますをしましたに変えるということを、まあ、導入しています。来ました。山に登りました。勉強しました。友達に会いました。東京に行きました。花子さんは去年の夏休み何をしましたか？ B さん。花子さんは去年の夏休みは、海行ったり、海に行ったり、勉強したり、東京に行ったりしました。そうですね。海に行ったり、勉強したり、東京に行ったりしました。いいですね。はい。はい、じゃあキムさん、花子さんは去年の夏休み何をしましたか？花子さんは去年の休みは、山に登ったり、友達に会ったりしました。そうですね。山に登ったり、友達に会ったりしました。はい、じゃあもう一回、恵子さんの先週末ですね。恵子さんの先週末、起きました、ご飯を食べました、掃除しました、散歩しました、友達と買い物に行きました、晩ご飯を食べました、テレビを見ました、寝ました。ここで順番が関係なくなってて、この起きましたとかいう絵カードのその説明をするボキャブラリーというか語彙が消えてます。文字カードが消えてます。つまり、この絵カードを見て、絵を見てたりたりに直すということと、たりたりしますか、たりたりしましたっていう文型に直して言えるということが求められます。週末にできること、この中で週末にできること、毎日できることじゃなくて、でですね、ここで、先週末にできることをたりたりで表すという説明してますが、先ほども言ったようにたりたりは一個の出来事でこう完結するため、例えば、導入する際にですね、手形からのスライドで手って朝8時に起きて朝ごはんを食べて掃除してっていう手形からの導入ですをそのままスライドして使用する場合、朝起きたり、朝ごはんを食べたりしましたという、学習者がいますが、その、なんていうんですか、たりたりっていうのは、たりが一個の出来事として成立しているので、先週末何をしたかという時に、朝起きたりっていうのは、ちょっと出来事として不自然な形がしますよね。形式としては OK なんですよ。朝起きたり、たりたりですからね。
ご飯を食べたりしましたっていうのは形式としては OK なんだけど、なんとなく不自然な感じが否めないというのは、あのタリっていうのは一個の出来事なので、朝起きたっていう毎日できることをそれをわざわざしたというのがおかしいということで、こういう導入の仕方になってます。週末にできることをタリで言います。週末にできることですね。どうでしょう、起きますはどうですか。週末だけじゃないですよね、毎日起きますよね。キムさんは朝ごはんはどうですか。毎日食べますよね、週末だけじゃないですよね。掃除はどうですか。毎日できますか。できないね、週末にしますよね、はい、散歩はどうでしょうか。 D さん、まあじゃあ散歩も週末にしましょうね、はい、友達と買い物はどうですか、キムさん、うん、そうですね、週末にだけできますね。晩ご飯はどうですか、毎日食べますよね。テレビはどうですか、まあ毎日見ましょう、まあ、寝ますも毎日ですよね。で、先週末何をしましたか。タリしましたの時は週末にできるスペシャルなことを言ってください、はい、じゃあ行ってみましょうか。けいこさんは先週末何をしましたか。はい、キムさん、掃除したり、うん、散歩したりしました。そうですね、掃除したり散歩したりしました。で、ここでスペシャルなことって言ったのは、その出来事として独立して不自然ではないものという意味です。でどうしても定点からそのスライドして導入すると、朝起きたりってさっきも言いましたが、そういうような文を作ってくる場合が多いので、それをあのなんていうんですかね、それをさせないため、それを OK としないためにはどうするかというと、こういうことです。はい、こういうふうに導入するといいと思います。でですね、その独立した出来事か独立した出来事ではないかということはですね、ちょっと、はい、ちょっとこちらを見てください。独立した出来事か独立した出来事じゃないかっていうのは、夏休み USJ に行って友達と会いましたっていうのは、これ定型ですよね。そうすると友達と会ったのは、USJ というふうに解釈されますよね。普通に夏休み USJ に行ってで友達と会いました、で最初に USJ に行ってそこで会うわけですから、必然的に友達と会ったのは USJ というふうに解釈されると思います。それに対して夏休みタリを使って言うと、 USJ に行ったり友達と会ったりしましたっていうと、 USJ に行ったりが独立した出来事、そして友達と会ったりも独立した出来事なので、友達と会ったのはUSJ じゃないとも解釈されますよね。むしろ USJ じゃないと解釈される方が多いと思います。まあこういうことが独立した出来事か独立した出来事じゃないかということの違いに、文で現れます。恵子さんは先週末友達と買い物したり、うん、散歩したりしました。そうですね。友達と買い物したり散歩したりしました、はい、では日本のお正月です。日本のお正月、はい、ここからはタリタリの導入確認となってまして、日本のお正月にすることをタリタリという形で分作するというものです。でここはまあ一個一個ね、独立した出来事と捉えることが十分で可能な出来事ばかりがありますので、まあ、そんなに不自然な例文は出ないと思います。正月、親戚に会います、お餅を食べます、神社に行きます。日本のお正月の習慣です。他に何か知ってますか。日本の初詣、初詣ですね、初詣。キムさんはどうですか。紅白。そうですね、紅白を見ますよね。紅白を見ます。導入確認の際にはその、まあ、ここは日本のお正月ですけど、独立した出来事をこう言いやすいトピックに
すると、いいと思います。まあ、日本語のお正月とか、まあ、夏休みとか、あと先週の日曜日っていうと朝起きたりとか言うので、もうちょっとね独立した一個一個の出来事が独立して捉えられうる出来事の羅列ができるトピックがいいと思いますね。いいですか。はい、じゃあ日本のお正月の習慣です。まあ、いっぱいありますね。親戚に会います、お餅を食べます、神社に行きます、紅白を見ます、お年玉をもらいます。これが日本のお正月の習慣です。はい、じゃあこれをタリタリで言ってみましょう。じゃあリーさん、日本のお正月は親戚に会ったり、うん、お餅を食べたり、うん、神社に行ったりします。うん、いいですね。親戚に会ったり、お餅を食べたり、神社に行ったりします。はい、じゃあキムさんはこれを入れてもいいですよ。はい、日本のお正月は紅白を見たり、うん、お年玉をもらったりします。そうですね、日本のお正月は紅白を見たり、お年玉をもらったりします。はい、皆さんは何か日本のお正月でしましたか。私は今年のお正月、何をしたかな、神社に行ったり、紅白を見たり、お年玉をあげたりしました、子供にね。はい、あ、これ日本のお正月の習慣です。たくさんあることの中から、まあ、2個か3個ピックアップしてタリで言います。一つの出来事が、テーテーが一つの出来事を表していて、タリタリが独立した出来事を表していて、テーテーがこう連続した出来事、それテーテー何々ましたで、その述語までで一個の出来事として表すっていうことをどこかで導入してもいいと思います。まあ、先ほどの USJ に行って友達と会いましたとの意味の違いと、 USJ に行ったり友達と会ったりしましたっていう文の意味の違いを導入すると、まあ、理解度が早いクラスなどは、スムーズに、てってとたりたりの差異を理解すると思います。お正月、親戚に会ったり、お餅を食べたり、神社に行ったりします。じゃあ、皆さんの国のお正月は、何をしますか？で、ここからが、まあ、たりたりの導入確認ですね。まあ、途中導入したり導入確認したり、織り交ぜて言ってますが、今度はみんなに、こう、アウトプットしてもらう。導入の分をアウトプットしてもらうという意味で、もう最後の本当の導入確認となります。キムさんの国のお正月は、何をしますか？爆竹をやります。爆竹を。はい。どうですか、リーさんも。餃子を食べます。親戚に会います。まあ、ここは国、国籍が多かったら、まあ、順番にこうお互いに聞かせ、QA をして、あなたの国のお正月は何をしますかというような QA をして、順番に答えさせるというのも、いい方法だと思います。皆さんの国のお正月を、タリタリで言ってみましょう。はい、じゃあキムさん、餃子を食べたり、うん、親戚に会ったりします、うん、じゃあ次行きましょう。じゃあ皆さんの、春休みですね。もうすぐ春休みに友達に会います。これは映画を見ます、買い物をします、本を読みます。で、ここでもですね、いきなり皆さんの春休み何をしますか、タリを使って言ってくださいって言うと、まあ、急に日本語母語話者でもそのような質問されたらパパスラスラと出てくるものではないので、一応補助として生徒が、学習者が答えやすくできるようにエカートでこうサポートしてあげるということも重要だと思います。まあ、このままタリタリを使って言ってもらってもいいですし、本当の自身の予定を言ってもらっても構わないと思います。じゃあ皆さんの春休みは
どうですか？皆さん春休み何をしますか？何をしますか？春休み旅行、友達と会います。お、旅行、友達と会います。はい、じゃあ、たりたりで言ってみましょうか。旅行に行ったり、友達と会ったりします、うん、と会ったりします。はい、じゃあキムさんは同じです。春休み旅行に行ったり友達と会ったりします。いいですか？うん、そうですね、私も春休み旅行に行ったり、なんだ、旅行に行ったり、買い物、大きなものを、大きなものってなんだ、買い物に行ったりします。はい、じゃあ、皆さん、春休み、楽しんでください。はい。はい、ですね。みんなの日本語の第19課の練習をちょっと見ますと、練習 B の3ですね。私の持ってるのがちょっと古いバージョンなのでどうか分かりませんが、これはタリタリの絵カードを見てそのままタリタリに変えるという、まあ、形を変形するという練習ですね。はい、になってて、練習その後で B の練習 B の4も同じくタリタリに変形するという、マス形から多形に直してタリタリに変形するという形になってまして、でちょっと会話がを作らせるのがですね、練習 C の2ですね、にそういうようなタリタリを使って会話をするというタスクがあります。ですので、まあ、テーテーとタリタリですね、さっきの USJ に友達、USJ に行って友達と会いましたと、 USJ に行ったり友達と会ったりしましたの、まあ際は、まあ、どこにもないので、まあ、形式だけを覚えるというところはみんなの日本語を使用されるといいと思いますが、形式からさらに意味の違いを、導入するには、まあ、教師自身が工夫してやる必要があると思います。はい、その辺がですね、テーテーとタリタリの違いが、一番のその重要なポイントになってくると思いますので、それらに注意して導入してみてください。はい、それではこれで終わります。ありがとうございました。